こんばんはです。 YouTube の時間です。お相手は DJ のマクワードル高之ですけど、皆さんお元気でしょうか。今日は11月の18日ということでね、まあ金曜日なんですけど、なんと今回 YouTube 59回目なんですよ。59回目、もう来週60回目ですよ。もう還暦ですよ、いわゆる還暦。もう今日はほぼ還暦なんでね、アラウンドザ還暦、もうアラカンですよ、アラカン。もうアラカンでね、頑張っていきますんでね、よろしくお願いします。今日はですね、もうね、ユーストリームとか見てくださってる方は分かると思うんですけど、もうね、ゲストの方スタンバイしておりますよろしくお願いしますね。じゃあですね、メール待ってますんでね、797@fmkino1.com、797@fmkino1.com で待ってますね。今日はですね、素敵な、沖縄の歌うたいほかまさんがね来てますんでね、楽しみにしてくださいよ。あとですね、ほかまさんの、連れてきてくださった素敵な方もねいらっしゃいますんでね、本番始まったら全然ほかまさんのお隣に座ってくださいねよろしくお願いします。そんな感じで今週も、いきますんで、30分間お付き合いよろしくお願いします。はい、この番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、コチンダ歯科クリニック、まるごとラスクが大好評のワイズサポート、酒類全般輸入卸通信販売ジョイワイ商事、アパートの修繕リフォームならショーンプレスの提供でお送りします。はい、皆さんこんばんは。改めまして YouTube の時間です。お相手は DJ のマクワードル高之です。よろしくお願いします。トランプ氏ですよ、やっぱりね。大統領になりましたけど、トランプ氏ね、まあね、いろいろね、まあ予想通りだったっていう人もいればね、もう全然もう予想と違ってたっていう人もいますけどね。まあこれからね、もう大統領になってね、まあいろんなことをやっていくと思うんですけどね、まあどういうアメリカになっていくのかなーということでね、非常に楽しみな部分もあるんですけど、トランプっていう名前がね、これイカ様って意味なんですよね。ね、これ、すごい名前の大統領だなーと思ってね。まあ、今週はね、ちょっと僕アメリカ大統領についてね、ちょっといろいろ調べてきたんでね、僕ね。もう気になったんでね、あまりにも。それで今日はちょっとアメリカ大統領についてね、喋り倒しますんでね。楽しみにしててくださいよ。まあ、沖縄もね、日本もすごい密接ですからね。そんな感じでね、まあ、
りなんていうんですか、まあこれからねいろんなことが変わっていくかもしれませんのでね、まあでも改めて聞かれるとアメリカ大統領ってどんな権限があってどんなねことやってんのって案外わからないもんじゃないですか。なので今日は僕と一緒にね、今日ちょっとそれをおさらいしようじゃないかという企画になっておりますんでね、楽しみにしてください。じゃあ、まずは今週の1曲目を聞いてください。今週の1曲目かっこいい曲いきますよ。キムカーンズで、ベティ・デイビスの瞳。お届けしてますのはキム・カーンズで、ベティ・デイビスの瞳です。まあね、アメリカ大統領、今回ねトランプさんで第ね45代目なんですよね。45代目ですよ。すごい、やっぱり一応まあ歴史はありますよね。でアメリカ大統領についてはですね、であの実はですねある呪いがあるんですね。呪い、あのホラーの呪いよ、呪い。テカムセの呪いっていうのがあってですね、テカムセっていうのはあのネイティブアメリカンの人でね、まあそういうネイティブアメリカンのこう抵抗運動のまあ英雄なんですけど、このテカムセの呪いっていうのがありましてですね、1840年から1960年の間、20で割り切れる年に選ばれた大統領はみんな在職中に亡くなってるんですよ。実はね、この呪いによってね。で、リンカーンもね、亡くなりましたしね、在職中に。で、フランクリン・ルーズベルトも亡くなりました。で、1960年のジョン・ F ・ケネディも亡くなりましたよね。で、その60年から、1960年から20年後の1980年、レーガン大統領。レーガン大統領は無事だったんですけど、暗殺未遂がありましたよね。で、そっからまた20年後の、2000年、ね、ブッシュ大統領。ブッシュも、まあ、任期満了したんですけど、2002年に、ね、プレッツェルを食べて失神してますからね、あの人ね。ある意味、未遂ですよね、あれね。あれもテロリストが放ったプレッツェルだったんじゃないかなって僕ちょっと思ってるんですけどね。まあ、そういう感じでね、このテカムセの呪いっちゅうのがあってですね。で、これが2000年にブッシュでしょ？で、2020年。ね、2020年にもしそこでいる、なんていうんですか、そこで現役の大統領はまたちょっとね、このテカムセの呪いがあるのかどうかっていうのもね、ちょっとまあ、注目したいなって思って、まあ、ない、ね、まあ、ないに越したことはないんですけどね、まあ、そういうこともあるかもしれません。ですね、でね、やっぱりね、各アメリカの大統領ね、素晴らしいことはいっぱい残してるんですよ。まず、ジョン・ F ・ケネディ。戦争が人類を終わらせる前に、人類は戦争を終わらせなければならない。まさにそうですね。第35代の大統領がジョン・ F ・ケネディね。で、ジミー・カーター。第39代大統領、ジミー・カーター。私たちはるつぼではなく、美しいモザイクになるのです。異なる人々、異なる心情、異なる死を、異なる希望、異なる夢からなる美しいモザイクに。でね、これまさに、ほんとね、いい言葉だなと思いますよね。いろんな国、いろんなね、人種で成り立っているアメリカっていうのね、そういうのを表している言葉じゃないかなと思います。
で、お次は、大統領の日常ね、日常。大統領って一体、どういう毎日を送ってんのかと。勤務時間は特に規定で決まってません。で、自分で必要と考えるだけ働けば良いという話らしいですよ。で、大統領の朝、まず朝は、まず報告を聞く。ね。いろんなね、世界中から収集した情報の報告を聞くとね。あとね、シークレットサービスがボディーガードにね、万が一に備えて核兵器使用に必要な装置。フットボールというニックネームがあるアタッシュケースを持ち歩いていると。中身は大統領命令であることを証明する暗号書などを、携帯した将校がいかなる場所へも随行する。ね。あとは休日は大統領専用の別荘であるキャンプデイビッドで過ごす。キャンプフォスターじゃないですね。キャンプデイビッドで過ごすね。で、これは2007年の資料ですけど、現在アメリカ大統領の給料。年間40万ドル、約4400万円。これに必要経費5万ドル、約550万円、旅行1100万円。そういうのがもらえるということになってるみたいですよ。まあ、歴代のアメリカ大統領ね、いろんなジョークにもなってますけど、まあ、よくあるジョークがこれね、ブッシュ大統領はね、結構ね、おバカっていうのがね、イメージになってて、まあ、こんなジョークもありますね。トニー・ブレアと、ジャック・シラフとジョージ・ブッシュがある研究所に集められ、嘘発見器にかけられることになった。研究者が3人に言った。この椅子に座って日頃から考えていることを自由に喋ってください。もしそれが嘘だったらビーッと音が鳴ります。まずはじめにブレアが装置を頭につけ椅子に座った。ブレアは言った。私はいつも考えてます。イラクに真の平和が訪れればいいなとビービー。次にシラクが、座って喋り始めた。私はいつも考えています。イラクが豊かな国になって繁栄すればいいなと、ビービー。最後にブッシュが椅子に座って喋り始めた。私はいつも考えています。ビービー。ね。まあそんな感じでね。もう、いつアメリカンジョークって感じですけどね。まあそんな感じで。今日はちょっとね、アメリカ大統領についてね、ちょっと調べてみました。メールが来ておりますよ。メール紹介させてくださいね。はい、まず、一つ目のメールです。YouTube ネームが修羅場団地の三女さん、ありがとうございます。かよださん、スタッフの皆さん、こんばんは。今週は週初めに、そう、スーパームーンがあったんだよね、スーパームーンね。スーパームーンが見られて、すごくハッピーな週でした。一番お月様が近づくと言われた午後8時過ぎに、娘と二人で見ましたよ。かよださんは見ましたか？今日はゲストもいらっしゃるそうですね。楽しみにしています。かよださん最後までちばりよーということでね。そうそう、スーパームーンね。忘れてたよ。スーパームーンがあったんだよね。今週はね。大きかったね。やっぱりね。綺麗だったしね。本当にもう、ね。月に変わってお仕置きだったんですけどね。まあ、そんな感じで皆さんも見たでしょうか。じゃあ次のメッセージ行きましょうね。次のメールは。DJ 高幸、こんばんは。オカリナチーナです。お、今日はゲストがほかまさんと聞いてメールしました。以前私が島市小学校音楽部へのチャリティーイベントを企画した際、わざわざ足を運んでくださって、チャリティーにもご協力いただきました。その説は本当にありがとうございました。今日は仕事の都合で生放送を聞くことはできませんが、後ほどユーストリームで聞きますので、素敵な歌声を聞かせてくださいね。これからも応援しますので頑張ってください。追伸。今度、親亀小亀さんに演奏をお邪魔させてくださいねと来てますよ、岡間さん。あ、OK サインが出てますからね、チーナさんね。それぜひ、実現してください。よろしくお願いします。さあね、今お話にもありましたけどね、この後ね、曲を挟んで、岡間さんと、あとね、親亀小亀さんのスタッフの方もね、いらっしゃってますんで、楽しみにしてください。じゃあ、今週の2曲目いきましょうか。これもかっこいいナンバーをお届けしたいと思っております。いきましょう。音も始まってるね。ラッシュで、The Spirit, Spirit of Radio!
ラッシュでスピリットオブレディオをお届けしております。もうこれほどねラジオにぴったりな曲はないですよね。もうラジオのスピリットという感じですけどね、まあ、これよりもふさわしい曲って言ったらもう何でしょうね、まあ壊れかけのレディオぐらいですかねでもあれはさすがにねかけるわけにはいかないのでね、まあ今日はラッシュを楽しんでください。じゃあここでねゲストの紹介をいたしましょうね。はい、じゃあこんばんはです。お声をもらっていいですか。こんばんは。はい、お待たせしました。今日のゲストほかまさんです。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。あとほかまさんとお隣にもいらっしゃいますからね、まあ、自己紹介お願いしていいですか。はい、親神子神の玉城と申します。はい、玉城さんいらっしゃいませ。今日は本当にね今日はね、ほかまさん、ほかまさんはね、もう何回もね、そうなんですよ、出てくださって、YouTube をご視聴の方はね、うんはい、またやかと、いやいや、もう、またやかと、もう、準レギュラーですか、ね、準レギュラー、うん、切れてる人も、いやいやいや、いや、大丈夫、今のところそういうコメント入ってないですか、大丈夫ですか、大丈夫です、全然大丈夫です、ね、まあ、今日はね、ちょっとせっかくなんで、もう、早速、まずは、曲もらっていいですか、ほかまさん、そうですね、はい、じゃあ、はい、皆さんどういう気持ちで聴、うん、まあ、いてるかどうかわからないんですけど、はい、どうしようかなこれ、うん、そうですね、レッド・イット・ビーの替え歌があるんですよ、はいはい、ビートルズ の名曲のですね、うん、はい、それが僕はとても好きで、うん、はい、たまに歌わせてもらってます、はい、のでちょっとお聴きください。あ、お願いします。入ってますかね。あ、大丈夫です。くじけそうな時、いつも優しい声が胸の奥で聞こえる。小さくて弱くてだけど確かな声で大丈夫だよってささやく。時の流れに心を委ねて朝が来るのを待つよ。どうしようもなくてただ打ちのめされて明日が見えない時もか細くて消えそうでだけど確かな声で大丈夫だよってささやく。時の流れに心を委ねて朝が来るのを待つよ。きっといつかちゃんと笑える優しい声が聞こえる。あー素晴らしい。ありがとうございます。いいですね。実はですね、はいはい、まあ、この曲というか、うん、僕はまあ、起業をしまして、はい、で今介護の、授業をさせてもらってるんですが、はい、その時やっぱりうまくいかないことばかりでですね、うん、まあ、銀行融資も下りないし、うん、どうしようか、うん、でもまあ期日もいろいろあるのでね、うん、タイムラインに間に合わせないように間に合わせないといけないので、うん、いろいろ動いてたらですね、はい、まあ、心配した家族が、うん、まあ、お袋なんですけど、はい、まあ、なんか有名な坊さんが、うん、来ると、ね、知り合いのところに、うん、で無料だからあんた行ってきなよみたいな感じで、うん、まあ、行ってきなさいよみたいな感じで言われて、はい、あ、じゃあちょっと行ってみるかみたいなね、うん、坊さんのところに、あ、もういい話聞けるかもしんねえみたいな感じで、うん、行ったらですね、坊さん出てきました、はい、ね、あ、今朝来て、うん、今朝ですよ、要は坊さん来るね、はい、で、ま、丸坊主だし、うん、あ、坊さんだと、うん、すげえなんかいい話が聞けそうだと、うん、期待するわけですね、うん、で周りを見回して坊さんが一言言いました、うん、ね、あんた方はね、ここにね救いを求めてきたけどね、僕の話聞いても救われないよって言いました。いいですね、僕びっくりして、えみたいな、うん、
ぶん殴ろうかなと思って僕ちょあの、まあ、とりあえずあの、うんうんうん、まあ聞いてですね、うん、もうであの、まあ、坊さん重ねてね言いました、はい、ね、一生かいくだと、うんうん、ね、一生みな苦しいと書いて一生かいくらしいんですけど、あの、まあ、人生はねあの一生辛いことばっかりだと、人生楽ありは苦ありだと、うん、あの歌では言ってるけど、うんうん、苦しいことばっかりなんだと、うん、いうことでね、あのそういう話をずっとあのされてですね、うん、僕はあのこの話聞いてね、うん、あの心が軽くなりました、はい、ね、で、まあ、そんな時期にね、うん、まあ、このレッド・イット・ビーの替え歌を、うんうん、日本語で歌われてる方がいて、うん、で、それいいなと思って、うん、カバーさせてもらってます、うん、はい、そうですか、とてもいい曲でしたよ。もうほかまさんの声もねすごくいいですしね、いや、ありがとうございます。玉城さんも何か歌います？でもね、今日はね、まあ、デイサービス親上こかめさんからねいらっしゃってくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。おかめさん、ライブの告知もあるということでね。あ、そうです、うん、はい、どうぞ、お願いします。ありがとうございます、はい、ですね、11月20日、うん、はい、20日、日曜日ですね、はい、これはに沖縄市のミュージックタウンですね、はい、そこでですね、実は大阪のミュージシャンの方が、はい、大勢来ていらしてですね、はい、ですね、沖縄のミュージシャン、まあ、総勢何名か分からないんですけど、うん、お祭りですもん、本当に結構出るみたいですよね。結構出るんですよ。で、まあ、昼間の3時からですね、はい、夜の9時ぐらいまでやってましてですね、はい、本当にバリエーション、長いっすね、はい、バリエーションがすごいんですよ、うんうん、本当に、はい、ロックからですね、盆踊りまで、あ、すごい、本当にすごいですよ。今日も、はい、聞いたんですけど、うんうんうん、やっぱりねプロなのでね、うんうん、盆踊りの方たちはね、はい、とても楽しいです。うん、はい、皆さんすか、もしよかったら、うん、聞いて踊れますので、はい、いらしてください。無料ですので。じゃ今度の日曜日ですね、はい、うん、あと本当に、うん、もう一応完売したんですけど、はい、12月にですね、うんうん、12月12日にジグザグというところで、はい、竹原ピストルさんという、うんうん、今保険の CM かなんかで、そうですね、流れてますね、歌ってる方とですね、うん、やりますので、はい、ご予約いただいた方ですね、はい、大変ありがとうございました、はい、おかげで満席になりましたので、あ、すごい、頑張ります、うん、稽古頑張ります。いいですね、あ、ね、本当に楽しみですけどね、はい、それもね、いやー、ほかまさん、もう、なんていうんですか、はい、楽しい時間はもう、あっという間に過ぎちゃってしまってですね、もうそろそろもう終わりの時間なんですよ、もうね、もうすいません、本当に、玉城さんも何か、一言、大丈夫です？あ、そうですか、ちょっとじゃあ、この番組のね、ちょっと提供の方に読ませていただきますけどね、この番組は、ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ることセレは命を守ることコチンダシカクリニック、まるごとラスクが大好評のワイズサポート、酒類全般輸入卸し通信販売上 EY 商事、アパートの修繕リフォームのラッションプレスの提供でお送りしました。岡間さん、じゃあ日曜日まずは頑張って、はい、頑張ります。来週の再来週の土曜日は僕たちアフタービーツもライブあるんで、あ、そうですね、です僕も宣伝しろって嫁さんに言われてるんでね、今思い出しました、本当にね、アフタービーツとですね、うん、ジョリー・ライアーズも、はいはい、僕が大好きな、はい、バンドが 2組出るので、そうですね、はい、もうありがとうございます、本当にとてもおすすめです。あ、もうありがとうございます、はい、あともう一組いらっしゃいましたね、はいはい、すいません、ちょっといいです、ラブマシンガンっていうバンドもあるんですね、はい、最高ですんでね、よろしくお願いします、はい、じゃあもう時間いっぱいになってきましたけど、岡間さんどうもありがとうございましたね。なんか兄ちゃんさんもね、いい声ですねって来てますね。このミラーさんもね、最後にアンコールもう一度お願いしますってありましたけど、すいません、もうアンコールは時間の都合上すいませんね、本当にね、じゃあもう本当時間いっぱいになりましたけど、玉城さんもありがとうございました。じゃあ岡間さんもまた遊びに来てください。あ、もうぜひ、はい、じゃあアフタービーツじゃなくて YouTube お別れの時間です。じゃあまた来週バイバーイ、はい、バイバーイ。